Oke, ini dia udah nyampe. ここが事件の発生現場だ。6日前、俺と何人かの仲間で外の用事を片付けにここを離れたんだ。そしてその用事を済ませて帰ってくると、留守を任せていた仲間のうち4人がいなくなったと聞かされてな。仲間と一緒に鉱山のあちこちを探したんだが見つからなかった。その上、手がかりすらも見つけられず、今回依頼を出したってわけだ。つまり甲府が4人行方不明ということか。そうだ。もともと俺らは10人いたんだ。行方不明になったのは、阿龍、銀代、銀次、翔も、みんな俺と一緒に仕事をする甲府だ。この種の仕事に携わる人間は、体つきのいい青年が多い。その4人の甲府だが、他の鉱山で鉱石を掘っている可能性は？ないと思う。ここ一帯に宿はない。それにここに来た時、他に採掘中の鉱山は見当たらなかった。こんなに大きな鉱山を全て探したんですか？ああ、まんべんなくな。井戸の底も探した。残すは地面の下くらいだ。でも4人の人間が穴を掘って地底にいるとは考えにくいだろ。現場を詳しく調べてから結論を出そう。ああ、わかった。俺はここで待ってるから、好きなだけ調査してくれ。もし何か手がかりを見つけたら俺に教えてくれよ。4人の人間が突然消えるなんて、さすがにおかしいぞ。それにここから離れた場所に行った可能性だってあるよな。とりあえずこの辺りで手がかりを探してみよう。オッケーに。おい、あれ見ろ。上着とズボンが散らかってる。この鉱山にある生活用品は態度のたちのものだろう。1、2、3、4。ああ、間違いない。上着とズボンそれぞれ10着ある。これって着替え用の服だよな。ほら、タイが着てるのと同じだし。ということは、行方不明の4人は6日も服を変えてないってことか。あと顔を洗う石鹸とタオルがあるな。あ、それにこれは道具とかを入れとく作業カバンだ。洗顔用の備品に採掘用の装備か。ってことは荷物を持たずに出かけたのか。Maybe they did not need them. Maybe they just forgot them. Forgot atau tidak butuh. Lupa kayaknya. Atau enggak tidak butuh. Did not need aja lah. それはない。採掘用のツルハシが4本なくなっている。つまりそれだけは持っていったのだろう。それらの道具を持っていく余裕はあったのに、生活用品を持っていく余裕がなかったとは考えにくい。一体どんな状況になったら生活用品を持たずに道具だけを持って出かけるんだ。一つ、彼らは近くで作業をしていたため荷物を持つ必要がなかった。しかし未だに誰も帰ってこないところを見ると、この説はおのずと違うことになる。二つ、もし彼らが意図してここを離れたのではないとしたら、荷物のことを考える余裕がなかったのだろう。え？ Do you think someone kidnapped them? その可能性は低くない。真相を知るためにはさらなる手がかりが必要だ。自分たちから出かけたんじゃなくて誰かに連れ去られた。この可能性を記録してタイに伝えてみよう。Terus masih disuruh nyari lagi kayaknya ke NPC nih. Gunjun. Gunju, nani miteru nda? Ah, chodo yokatta desu. Nani ka hakken shita no ka?
ここに鉱石があったのですが、もしかすると何か手がかりが見つかるかもしれません。鉱石？その鉱石が行方不明と関係があるのか？それは確かめてみればわかります。少し待っててください。なんかすごく集中してるぞ。何してるんだ？見えました。4人の大人、それと子供のような人影が鉱山を離れていきました。子供？どうして鉱山に子供が？僕にもわかりません。それに見えたってどういう意味だ？ああ、それは文字通りの意味です。誰にも言わないでくださいね。自分でもおかしいことは分かってるので、誰にも言ってなかったんです。実は僕、鉱石の記憶を見ることができるんです。推測や予想ではなく見えると？さっきみたいに石に手を当てるだけで分かるのか？はい、僕からすれば鉱石にも記憶があるんです。鉱石たちは周囲で起きた出来事をたまに記録していて、僕は触れることでその記憶を見ることができます。すごいな。じゃあ何でも知ることができるんじゃないか？それは石の種類にもよります。鉱石の記憶能力には差があるんです。鉄鉱石や白鉄の塊など一般的な鉱石だと記憶がぼやけていてほとんど役に立ちません。一方、石白や水晶の記憶能力は高く、記録できる量も多くて鮮明です。石を目に、実に興味深い。これは非常に珍しい能力だ。タイ殿がクンジュ殿を誘ったこと、実に賢明な判断だったと言えるだろう。皆さんのお役に立ててよかったです。多分彼らはこの道をまっすぐ向かったのだと思います。北か。この道に沿っていけば鉱山を出ることになる。彼らは北へ向かった。この手がかりを記録してタイに伝えよう。オッケー、パリクタイアンクル。ここの労働者か？おう、不甘タイドルにあった。ああ、そうだ、行方不明者の件で調査しに来たんだろ。頼む、みんなを助けてくれ。一体何が起きたんだ？あの日は空が暗かったのを覚えてる。頭が何人かの仲間を連れて外に用事を済ませに行ったんだ。俺と他の4人の仲間は鉱山に残って作業をしていた。その時俺は少しだけサボってたんだ。でも少しだけだぞ。一番奥のテントで俺は寝てた。そして目が覚めると跡形もなくみんな消えてたんだ。少し前まで普通に話をしてた奴らが突然消えちまって、まさか今度は俺の番なんじゃ。テントにいた人間は失踪を免れ、外で作業していた者だけが失踪したか。もしかすると作業区域で何か起きたのかもしれない。え、そんな。作業区域で何か起きた可能性がある。これも手がかりとして記録しておこう。手がかりも結構揃ったし、タイに報告しに行こう。langsung ke Thai。帰ってきたか。調査の結果はどうだった？近くで手がかりを3つ見つけた。1つ、ツルハシが4本なくなっていたが、生活用品は一つも減っていなかった。つまり皆自発的に出て行ったのではなく、誰かに連れ去られたということになる。誰かに連れ去られた？でも一体誰がそんな。2つ、鉱山にはもともと5人の鉱夫がいたが、1人は仕事を怠け作業区域を離れて寝ていた。彼が起きると
仲間は全員失踪していたという。作業区域にいた人が消え、休憩区域にいた人は無事だった。つまり事件の発生地点は作業区域だ。そういえば確かにアコはサボっていたと自分で言ってたな。まさか誰かが作業区域に入ってあいつらを連れ去ったのか。俺が言いたかった最後の手がかりがそれだ。クンジュ殿のある調べにより、彼らは一人の子供によって鉱山から連れ出されたことが分かった。子供？この近くには住んでいる人なんて少ないし、ましてや子供が鉱山に来るなんてありえない。でも本当にそうみたいなんだ。4人とも子供と一緒に出て行った。それで一体どこに。俺たちの調べによると、彼らは道に沿って北へ向かった。鉱山を出て遺跡の方へ行ったのだろう。北か。よし、今すぐ人手を集めて探してくる。 Do you need help? 調査のことを全部丸投げにしてたんだ。探すのは俺と仲間たちでやる。善は急げだ。まだ追いつけるかもしれない。待て、事件が起きたのは6日前だ。たとえ彼らが歩きだったとしても、すでに遠くへ行っているだろう。で、それもそうだな。なら俺は仲間たちと一緒に北へ続く道を進み、その近くに住む人たちに何か知らないか聞きに行こう。鉱山を離れれば宿にできる民家の数は限られてくる。この調査は俺たちに任せてくれ。みんなには引き続き手がかりの調査を依頼したい。二手に分かれ、途中で会うことがなかったら明日の晩に防除旅館に集合しよう。いいだろう。それじゃあ俺は仲間たちと先に行ってる。今の状況をまとめると、オイラたちは引き続き調査をして、タイたちは付近の住民に情報を聞く。これでいいんだよな。ああ。でも鉱山にはもう手がかりがないよな。オイラたちも北に向かった方がいいんじゃないか。待て、クンジュ殿がいない。え、あ、本当だ、クンジュのやつまだ調査してるのか。探しに行こう。オッケー、スカランカクンジュ。クンジュ、何探してるんだ。手がかりはもう見つかったろ。そろそろ出発しようぜ。ごめんなさい、実は個人的に沈流石と呼ばれる玉石を探してまして。沈流石？ Never heard about it. Not my area of expertise. 佐藤。沈流石は一般的に鍛造に使われる鉱石だ。なぜそれを？わかりません。ごめんなさい、理由は僕にもよく。ここ最近頭がぼんやりしていて、名前と住所以外何も思い出せないんです。正直何かやるべきことを忘れている気がして、今もずっと焦燥感に駆られてます。でもそれがどうしても思い出せなくて、心がモヤモヤして。あ、オイラもその気持ちわかるぞ。何か忘れてるのにそれを思い出せないって感じ。はい、一体どこへ行けばいいのかも分からず、僕はブラブラと歩いていました。そしてある日、市場で買い物をしていたところ、沈流石のことを話す声が聞こえてきたんです。その言葉はすごく聞き慣れたもののように感じました。僕がやらなければならないことがその意思と関係してるような気がして、だから探しているんです。もしかしたら石を手にすることで自分が何をしようとしてたのか思い出せるかもしれません。なるほど。この旅の途中、俺もその石のことを心に留めておこう。本当ですか？ありがとうございます。勝利先生は本当にお優しい方ですね。大したことではないから気にするな。それじゃあそろそろ出発するか。ああ、双眼巨炎から北へ向かえばレイク館にたどり着く。彼らがこの道を進んだのなら、道中必ず痕跡があるはずだ。よし、じゃあ行ってみよう。
Oke, sekarang ke tempat TKP. Ini masih jalan naik. Oh, musuh. Palingan slime. Ah, ini dia. レイク館の出口に向かおう。そこに足跡がなければ彼らはまだレイク館の中にいることになる。もし新しい手がかりを見つけたらそれをたどろう。Sekarang nyari clue-nya lagi. Caranya lumayan sih.Oke, sekarang nyari clue. Nah, ini gua nggak tahu ini cluenya di mana ini. Sini kah? Oh, ini jejak. Ah, kaki. どうやらレイク館を通過して、さらに先へ行っているみたいだな。足跡を追えば、彼らの行き先がわかるはずだよな。Oke, dari sini kayaknya ini dibawa terus ke sini, lewat sini. Kayaknya terakhir ntar ke sini juga, terus ke Nantian Main. Kayaknya lo ya. Gua cuma nebak doang, tapi ntar dilihat aja. Aduh, golem.Oke, jadi gua ngalahin golemnya biar nggak ganggu pas ekspedisi. Ore, kaki aku ga koko de togireteru. 付近の人に聞いてみよう。もし甲府たちがここを通っているのなら、誰か見ている者がいるかもしれない。Oke, sekarang kayaknya harus disuruh nanya-nanya NPC. 最近この辺りで甲府の格好をした人を見なかったか？甲府？見ておらんの。そっか、うん、他の人に聞いてみよう。 OK、 NPC selanjutnya。 こんにちは。最近この辺りで甲府を見なかったか？大きい4人組なんだけど。邪魔だ邪魔。雲を見てるんだ、邪魔するな。この人なんかイライラしてるな。しょうがない、他を当たってみよう。kalau di RT-in lu ganggu aja, gua lagi liatin awan gitu. Nih awan, makasih. Yuyangu koto nasu. Terus ke cewek ini, NPC Ling.見たわよ。45日前だったかしら。何人かここを通ったわ。カゴを背負ってツルハシを持ってたわね。おそらくその人たちがそうじゃないかしら。そうそう、それだ。45日前。どうやら彼らの歩く速度は予想よりも遅いようだ。おそらくはレイク館の地形に手間取ったのだろう。あの人たちすごく変わってたわ。4人の大男が眠そうにぼーっとしててね。先頭には子供がいてゆらゆらーって。その子供の姿ははっきりと見たか？ちらっと見ただけだけど、青い髪で背が小さかったわね。多分
女の子だったわ。それにその子すごく真剣な表情をしていた。少しも笑うことなく。彼らが歩いたのはこの道か？そうよ、ここから先へ向かったわ。オイラたちも。おー、 Oke, lanjut pencarian. 170 langsung teleport. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.